久保さん、長渕剛でいきましょうか。俺はやりたかったんだ。だからやった。それでいいじゃないか。失敗したらまた前を向けばいいだけだ。俺がやりたかったんだ。だからやった。それでいいじゃないか。<laughs> なんかね、多分まあ、これを言った理由って多分まあ、いろいろ言われて、なんか、なんでやったんですかと。なんで挑戦したんですかとか。 なんでそんなのをやったんですかとかね。なんか多分まあいろいろ聞かれるから言ったんでしょうね。でも長渕さんからすると、いや、やりたいからやっただけで、それじゃダメですかみたいなね。<laughs> うん。なんかすげえまあシンプルでいいと思うんですよね。ジョン・レノンさんとかもすごくシンプルにいろいろ多分伝えてると思うんですけど、なんかうまくいかない人って勝手に複雑に考えてるというか、 うんまあ、僕の吉谷拓郎公式ブログも作った時にあのシンプルイズベストっていうねあのサブキャッチコピーをつけたんですけどまあいろいろ勉強してきて思ったのが結局なんかぐちゃぐちゃに考えてるっていうね多くの人が多くの人がなんか、まあ、ぐちゃぐちゃごちゃごちゃ考えてるっていうのかなっていうだからまあこれでいいんじゃんやりたいからやる終了でいいと思います いってらっしゃい。